成人の日の今日、神戸市で20歳を祝う式典が開かれました。会場のノエビアスタジアム神戸には華やかな振袖やスーツに身を包んだ若者たちが集まりました。薬品とか化粧品の開発の仕事に携わっていきたいと思います。お酒とか飲んで楽しみたいです。みんなで神戸市では去年から成人式の名称が20歳を祝う会に変更となり、今回はおよそ14,700人が対象です。式では神戸市出身の俳優平祐奈さんが、頑張りすぎず小さな幸せを見つけてくださいとエールを送った後、参加者の代表が20歳の誓いを述べました。それではよろしく。過去に感謝し、未来へかける思いを持って、新しい世界へ羽ばたくことを誓います。式典はコロナ対策のため去年までは分散開催でしたが、今年は4年ぶりに一堂に会しての開催となりました。